今日はですね、現金購入 vs ローン購入、所得税の節税になるのはどっちという話をしていきたいと思います。今日のアジェンダなんですね、現金購入の場合と課税金購入の場合の違いは一体何なのかという話です。から課税所得と手残りの違いですね、課税金購入の場合の注意点、最後まとめて、いきたいと思います。実際どうでしょうかね、現金購入と課税金購入の場合、なんとなくってい こうイメージでこう判断しがちなんですけども、それで判断をしないようにしましょうということですね。数字で検証することでその判断基準が分かりますよということになります。でよくある質問です。今年新しい物件を購入検討していますと、現金で購入できる物件を選んでいます。しかしある程度ローンを組んで購入した方が減税対策になると聞いたのですが、どちらがいいのでしょうかということですね。おそらくですね、なんとなくのイメージとしてはローンで購入した方が節税になる、そんなイメージを抱いてるんじゃないかなと思うんですね。なんとなくですね、ローンを組んだ方が節税になるんじゃないかということですね。でこれが一体本当なのかどうなのかということを、お話ししていきたいと思います。じゃあ現金購入の場合と課税金購入の場合の違いですね、一体何が違うのという話なんです。まずですね、このイメージとして減価償却ですね、減価償却これ変わるんですか、現金購入の場合と課税金購入の場合なんか減価償却で違いがありますかって言ったらですね、減価償却というのはそもそも購入金額で決まるわけですよね。買った時の金額、そこから分割して経費にしていきますよというのが減価償却でした。ですから購入金額で決まるわけです。じゃあそれって何か変わるんですかって言ったら変わんないですよね。現金購入しても借り金で購入しても購入金額変わんないですから、変わんないんです。あとはこれ払い方の問題ですよね。その時に1回でこう払うのか分割して払うのかという違いだけです。ですので、購入金額は影響ないですよね。払い方は関係ない。ですから、一緒ですよ。例えば1000万円の物件ですと、土地が600万、建物400万、築30年の木造戸建てを購入した場合、この400万円が減価償却の対象ですよね、購入金額です。で中古の耐用年数4年で計算すると、400万円 ×0.250、償却率ですね、かけると100万円が年間の経費になるわけです。でこれは変わらないですよね、現金で購入しても借り金で購入しても変わらないですよということです。変わりませんよということです。じゃあ減価償却変わらない、じゃあ他の経費なんか変わるんですか。例えば固定資産税ですね、管理費、修繕費、これ関係から変わらないですね。この経費金額に違いないですよね。現金購入したからなんかこれで安くなるとかっていう話でもないですよね。じゃあ一体何が変わるんですか。何が変わるかというと、変わるのはローンで購入した場合に支払うことになる利息、これは変わりますよね。実際に利息を多めに払ってますから、利息分がこれ経費になりますよということになるわけです。例えば1000万のローンですね、期間20年、金利 2%、元利均等返済で借りた場合、これどうなるかというと、ローンの返済額ですね、ローンの返済総額というと、1200万ぐらいですね、1200万ぐらい、総額として返すことになりますよと。つまり1000万円借りて、1200万円返してますから、まあ、金利はこう200万ですね、こう200万円。これが経費となりますよ。ここが大きく違うっていうところになるんですよね。じゃあこれが節税としてどれぐらいインパクトがあるということなんです。まあ、金利は経費なんですね、税金は減りますよと。しかし、これキャッシュアウトはしてますよね。金利を払うということはキャッシュアウトしてますから、手残りは減っていくわけじゃないですか。でさらにです、不動産所得が赤字になったら、土地取得のための利息、損益通算できないという規定がありました。土地取得のための借り入れの利息、これは損益通算できませんよ、ね、赤字になった場合、なんですけれども、この規定があるため、まあ、節税になると言いながらもですね、もしこれ赤字になってしまったら、そもそも減税効果が薄まってしまうことになってしまいますよね。つまりこの、赤字になった場合損益通算できないという規定がありますから、もうその経費捨ててるっていうのは一緒ですからね、減税効果が薄まってしまうということになるわけです。ということは低金利で借りていれば現金かローンかの減税効果の違いはほとんどないというふうに結論付けてもいいんじゃないかというふうに私は思っています。実際ですね、これシミュレーションして、見ました、まあ、1000万ですね、戸建てです。土地600万、建物400万の築30年の木造戸建てを現金購入した場合で、家賃収入が年間で120万、諸経費が年間で40万円、
かかっていたとします。これまで現金購入の場合の課税所得と、あと税金ですね、課税所得と税金をちょっとグラフ化してみます。課税所得がこちらですね、で税金がこちらです。最初これマイナスです。減価所得が多く取れているので、税金が戻ってくるというところで、これマイナスになってます。マイナス で4年目過ぎてですね、減価所得がなくなったからプラスになります。まあ、プラスなどとしても、まあ、20万とかですね、20万ぐらいのプラスですよということに、なるわけです。これに対してローンですね、ローンの場合どうなるかというと、まあ、同条件ですね、先ほどの例のやつをローンで購入しました。1000万円のローンを期間20年、金利 2%、 元利均等返済で借りていた場合、これ見てわかると思いますか。これほぼ同じグラフになってますよね。若干違うんですよ。それから例えば税金は、当時ですね、マイナス8ですね。現金購入ならばマイナス6、まあ、2万円だけ、ね、2万円だけ節税になってます、ね。でじゃあ減価償却が終わったらですね、終わった後は16万円の税金ですよ。だけど現金購入の場合は21万円の税金ですということになりますので、5万円ぐらいですね、5万円ぐらい、ちょっと税金が減ってますよというぐらいですかね。まあ、そんなに大差ないじゃないですか。そんなに大差ないですということになるわけです。むしろですね、何に、注目した方がいいかというと、キャッシュフローなんですよ。キャッシュフローが違うということなんです。つまり現金で購入すれば手元のキャッシュは当然なくなりますよね、と、ね、貯めてた、ね、お金がなくなりますよね、ということですね。でローンで購入すれば手元のキャッシュはなくならない、ここが大きな違いですよね、ということになるわけです。でしかしですね、現金で購入した場合、保有している間は借り入れの返済がないため、毎月のキャッシュローが多く残るというのが、これ現金購入の場合になるわけです。まあ、つまりですね、最初にキャッシュをですね、多く入れて、後で多く回収する。これは現金購入ですね。最初にキャッシュを多く入れて、後で多く回収するというのが現金購入の場合。で、借り入れの場合は最初にキャッシュを少なく入れて、後で少なく回収する。というのが借り入れの、で購入した場合ですね。この違いですよといったことが、あるんですね。でこれもですね、ちょっと、シミュレーションでですね、ちょっと検証して、これ現金購入の場合ですね、先ほどの例の、同じ例なんですけども、これのキャッシュフローですね、キャッシュフローをこうグラフ化したものです。これ最初ですね、当初、いきなりマイナスから始まります。当然ですよね、現金で払ってますから。いきなりマイナスになっていて、で、翌年からこうどんどんプラスになっていきます。プラスですね、86万ぐらいですね。16万ぐらいプラスになってますということになっています。で一方ローンの場合、ローンの場合はどうなるかというと、キャッシュアウトしていってないですよね。最初に購入した時にキャッシュアウトしていきませんので、最初からプラスになってます。最初からプラスで、プラスいくらかというとプラス27万円ですね。27万円ですよ、これです。まあ、先ほどのですね、現金購入の場合は、現在これマイナスになってプラス86万円、現金購入の場合はプラス27万円ということになりますので、当然、現金購入の方ですね、最初に多くお金が出ていて、後でですね、多くこう、回収できるというのが現金購入ですよというのが、まあ、グラフからもですね、わかるかなと思います。ということで、まとめになります。結局ですね、現金で購入しても、ローンで購入しても、節税効果には大きな違いはないですよということですね。大きな違いはないですよということです。で現金かローンかで儲かるかの違いもないということなんです。ローンだから儲かる、現金だから儲かるという話でもないわけです。むしろですね、収入を増やしたければローンを使ってレバレッジをかけるしかないんですよということなんです。同じ金額を現金で購入するか借り入れで購入するかというよりもですね、いかにですね、ローンをですね、レバレッジをかけるか、つまりこう頭金をこう1割とか入れて、より多く借りるかというところで収入を増やすか増やさないかというのは変わってきますということになります。ということで、今回はですね、以上になります。ありがとうございました。